ヤップハンク駅とは、ニューヨーク州ヤップハンクの村落にある、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。サフォーク群道21号線付近のパークストリートに、ある。サフォーク群の中や周りにある通りからアクセスすることも、可能である。ヤップハンク駅と自駅のリバーヘッドの間の距離は14.7マイルと、エライダブリュファーの駅間の中で最も長い距離である。が、線路の北側、 ヤップハンクアベニューのオーバーパスの下にある。駅に最も近い二つの場所は、サフォーク軍警察署のオートメカニックスショップ及び、ジョージアパシフィック鉄道の貯木場である。歴史的なサフォーク軍旧避ンのヤと、旧サフォーク軍ソナトリウムを、駅や線路をまたぐヤップハンクアベニューの橋の北西で、見ることができる。 ヤップハンク駅は当初ミルビル駅として1845年に建設され、エライダ・ブリュハーの時刻表にはミルビルとミルビルの両方が書かれた。それは1年後に改名され、それ以来その名前のままである。ヤップハンク駅は成功で派手なビクトリア様式の木工品を持っていた2代目の駅舎2875年に置き換えられた。第二次世界大戦の前、 ヤップハンク駅はキャンプジークフリートスペシャルというドイツ系アメリカ人協会のメンバーたちをニューヨークの各所からキャンプジークフリートとして知られる悪名高いヒトラー有限とのキャンプへ運ぶ列車のための停車駅として知られていた装飾的な特徴は1941年6月にかなり削減されその後その駅舎が1958年に閉鎖され1961年に 全焼した。以後、それはコンクリートに囲まれた待合所付きのプラットフォームとほぼ同じであった。高床のプラットフォームが1990年代の間にこの配置を置き換えた。ヤップハンク駅の東で、ヤップハンクの中のもう一つの駅、カーマンズ・リバー駅が1844年に建設された。それはエライダブリュファーの本線の一時的な終点として、 アナービル駅とリバーヘッド駅が1845年に建設されるまで利用された。この駅は高い床の短式ホームを線路の北側に一面有し、有効庁は一両半である。本線はこの場所では一線である。ありがとうございます。